こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットや行っておきたいと思います。行っておきたいって変ですが、始めていきたいと思います。私は喜多方くるみ、よろしくね。応援行きましょう。無料ガチャです。これはプロモーション。お知らせが届いてるわよ。まあ、いろいろ期限が来るってことですよね。入球。どうしようかな。ジャパンカップとか距離長いんだよな。チャンピオンズカップとか香港の方が良さそう。デート？誰と？私と？もっと面白いギャグは言えないのかしら。出るかしら。残り18周ですね、今。いいわね。いい感じだわ。知ってるかしら。大根になりますね。いい感じだわ。気合い十分ね。ちょっとバター重減ってますね。さあ、香港です。クエスト達成よ。おお、どうかしら。今回は香港カップですねに出走したいと思います。戸崎ジョッキーのまま。何かよ。やっぱりまだ408ですね。気合い十分ね。人参か。まずまずかしら。何かよ。調子も文句なし。さあ、シャティン競馬場へ向かいます。1.5 倍、断トツの一番人気です。投票受付を開始。グリグリですね。ワザー、ドービル、タイムワープ。ワザーが2番人気、3番人気がネオリアリズム。ステファノスも出てますね。疎開スマートレイヤー。一昔前の。懐かしいよな。受けてターツっていう感じです。
サン香港の夜景に、夜景をバックに香港カップ。最大のお祭りも残すはこの香港カップのみであります。5枠6番ですね。中盤です。あんまりいいスタートはなかったかな。さあ何が行くのか。ファイブワープがかわしていきました。それから5番ロビン・オブ・ラバン、そしてその後ろから6番カタノ・バレイ、外から1頭7番ステファノス、12頭3番手グループですね。それでもその後ろでやりましょうか。メオリアリズム、1番内から2番ドービル、そしてその外に12番ダブリンガリ、内を通って意外と前行っています。それからもう1頭バーザーブロンドミーがその後ろ、そして内からは4番コエッツワード、しんがりからスマートレイヤーでやります。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、これが先頭3番ファイブワープロビン・オブ・ナバン、その後ろ5馬身くらいあってステファノス、すでに 1000m の標識は通過、うん、淡々としたペースです。速いペースじゃないです。そのうちにいます。8番メオリアリズム、そして外からはダブリンガリ、そのうちドービル、外を通って11番シークレットウェポン、そしてそのうちに1番バーザー、10番ブロンドミーが上がってまいりました。4番コエッツワード、それから足毛の馬体スマートレイヤーであります。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。さあ先頭行くのは3番タイムワープメオリアリズム、懸命に追うパパの先頭2頭はどうだ。伸びが、まあそれでもしぶとい伸びが見せてます。少しずつ差を広げていって、これは直線以上のいい勝利。1馬身2分の1差ですね。香港カップ制しました。さあこれで19,000枚。6番2着、当番3着、2番以上のように確定しました。まだまだ次があるわよ。ここですね。何かよ。クエスト達成よ。知ってるかしら。これで年を明けました。何？何かよ。はい、というわけで肩のマレー見事香港カップを制しました。また立ち直ってですね、最終的 SWBC 取って、獲得賞金も2万枚を突破して、優秀の美を飾りたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いいたします。応援といえば、チャンネル登録が力になっております。ぜひ、よろしくお願いします。また最近
ライブ配信することは増えておりますが、ツイッターでお知らせをしております。ぜひあのツイッターに登録していただきまして、お知らせで動画配信をしてください。ブログもやっております。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。